はい、ファイアーエンブレム仮説月続きからやっていきたいと思います。それではですね、課題いきましょう。まあ負ける気はしてませんよ、正直。はい、感謝する。あ、スカウト人気ランキングとかあるんだ。へー、え、待って、私全然スカウトできてないよね、今思うと。大丈夫なのかしら。ここがグロンダーズ平原な。先生、なかなか愉快な戦場だとは思わないか。え、思う。お、さすがだな。先生なら分かってくれると思ってたよ。兵を伏せる場所、進軍経路の選択、俺たちの戦略を膨らませるに足る戦場だ。うん、狙い目はあの小高い丘だよな。敵をおびき寄せて火で囲むのに最適と見た。火はダメだよ。分かってるよ先生。学校行事で死人を出したらことだからな。先生がうまく俺たちを動かせば、皇女様も王子様も敵じゃないって。あれ、先生、クロード君、何を話してたの？クロードのことだ。どうせろくでもない愚策を先生に勧めてたんだろう。おお、よくわかるじゃないか、ローレンツ。俺ってやつを理解できてきたみたいだな。勝ち負けはともかく、伝統ある呪術師戦に参加できるだけでも光栄ですよ。勝ってジェラルド師匠に成長したところを見せないとね。気合い入ってきたぞ。まだ始まんねえのか。私も力を尽くして戦いますわ。あの、皆さんの足手まといにならないようこっそりついていきますから。ダメです、マリアンヌ。学級が一丸となって戦うのが呪術師戦の精神なんですからね。頑張れ、私がちゃんとみんなのかっこいいところ見ててあげるからね。よし、それならヒルダは中央の丘を一人で制圧してそこから眺めててくれ。そろそろ開戦の時間だな。みんな軍議を始めるとしよう。意外とやれそうじゃない？でもヒルダちゃん短期でねえ、やれなくはないと思う。あ、何、そうなんだ。あ、カジュアルでは敗北条件の時の、カジュアルっていいね。一生カジュアルじゃなきゃできないわ。うん、え、どういう感じですか？不在中。うわ、ローレンツか。うわ、どうしたらいい。グレンの方が強いと思うんだよな、ローレンツよりは、正直ね。で、あ、ベルナデッタがいるよ。あれ、赤色でしょ。青は、あ、いた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 。だいぶ遠い。だいぶ遠いね。ってなると、ヒルダちゃんもうちょっとこっちの方がいいんじゃないかな。まあいいでしょ、これで。はい、始めます。敵全滅させなきゃいけないんだ。いよいよ呪術戦が始まる。みんな鍛錬の成果を存分に発揮してくれ。優勝学級には大いなる名誉だけじゃなく、賞品も出るとか出ないとかって話だぜ。さて、そろそろ布陣開始の刻限よ。みんな心の準備はいいわね。おお、恨むなよ。手加減ができるほど器用ではないんだ。やり方は自由だ。勝ちゃいいんだろ。
勝つのは私たちよ。何が起ころうともね。始めよう。進軍せよ。進め。やっぱりクロードが好みだな。はい、もうだから突っ込んでいった方がいいってことね。もうそんなぼやぼやしてる暇はないわよってことね。お手に行かせてくれよ。お手行くよ。待って、でも向こう魔法いない、大丈夫？あ、いない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 。お手大活躍だよ。前回お手倒しなんか死んじゃったからね。こっちからも行けるのか。でもここにいるんだ。あ、またアッシュくんだよ。もうアッシュくん好きなんだけどな。どうするんだ。さあ参りましょう。とりあえずばらけさせることにはなるんだけど。私ですか。ぼちぼち動くか。私に任せてください。いつでも行けます。効果力が向こうにもいないとダメだよね。私ですか。そうさ、行けますよ。こうかな。最悪、何今の。やってくれる。我らがマリアンヌさんに攻撃したことを後悔させてやるわ。本当に。まだまだでかくなれそうだぞ。もうでかいよ十分。アドラークラッセとヒルシュクラッセが戦闘を始めたか。その隙に俺たちはアドラーの脇腹をつくぞ。アドラー狙うんだ。来た。いいな、飛んでる馬いいな。羨ましい限り。ここで手こずってる場合じゃないんだ。よっしゃ。自動回復つけました。そう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 、やっぱ自動回復ぐらいないとダメかなと思って。では OK。 悪いな、手加減できなくてよ。でイルダちゃんで撃破します。ごめん、痛かった。混ぜたいんだけど、そこまでいけないんだよな。マリアンヌさんにダメージが入るのは私すごい嫌なんだけど。突っ込ませないわけにもいかないでしょう。こっちにさ、主人公をやる意味なかったかもな。ね、正直ね。ごめん、アッシュくん。女っぷりが上がったか。ごめん、押しちゃった。まだまだ道半ば。こっちこんなにいらなかったよね。どうしよう。まあいっか。
この子がさ、ほらこれがさ、チョコ材すぎて、そっちいたんだ、全然見てなかった、ごめんなさい。殿下、俺が出ます。アドラークラッセを引きつけましょう。ではデルーが敵を引きつけている間に俺たちは中央の丘の制圧に向かうぞ。おお、うわ強い、彼女強いね、ぜひうちに欲しい。ここで手こずってる場合じゃないんだ。まで中央は私が先に行きたい。中央まず落とすよ。全然行けないのね、向こうから来てんだよな。倒すわ。くそ、ずいぶん動きのいい馬ですこと。先生本体を叩けないのが嫌だな。マリアンヌさんちょっと分かんない、一旦そこかな。たらいいものかっていう悩み。いやで全然突っ込めるのよ、ほら引きつけようかこっちにね。よし、この策をかわせますかね。ミス。もう徹底してんのムカつく。ずっとマリアンヌさんやん。おお、物投げてる。いいこと思いついちゃった。全然当たんないね。うそ、お役に立てなくて本当に。ちょっと待って、ちょっと待って、これはさすがに私時戻すよ。嫌だ。断固反対。どうしたらいいんだろう。マリアンヌさんをあの位置にいたから死んじゃったってこと。じゃあ動かせばいいってこと。ちょっと待って、ごめんねクロード、かっこいいんだけどごめんね。すげえな、イングリってやばくね。は？ちょっとイングリってやばすぎるでしょ、怖っ。ねえ青強すぎ、なんだ青こんな強いん。あんたたちの歌長い、私戻したいんだから。すごい戻さなきゃいけないこれ。どこ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 。マリアンヌが倒れたでしょ。ここか。あ違う、バカ、ここじゃない。ここまでだ。で、私ですか。どこまで帰ればいいの。これで死なない。用意は万全です。
なんか変わんのこれ。変わんないでしょどうせ。この子がね悪いのよ全ては。本当に何なの。おりゃ、もう見たよね、うん、頭を使わないとね。もはやさ、私赤を応援するもんな、ここまで行くと。青が一番嫌になってきちゃう。ほら、何あの子。いや、強いのは素晴らしいことだけどね。怖すぎ。なんだろう、イングリッドって多分人気あるんだろうな。ちょっとあんま好きじゃなくなってきたな。どうしよう。ヒューベルトドロテアさん、もう完全に相手を応援しとるやん。弱すぎない、それにしても。さあこっからですよ。ちょっと一体ね、チョコ材なのがあっちに行っているので、私ですか。とりあえずこの子倒すね。あたたしいのよ。あ、弱い私に負けちゃう。お手に行かせてくれよ。俺の勝ちだな。あれ、父さん、いけますよ。これ何なの。闇リードで使用可能。へえ。マリアンヌさんのとこにちょっと戻した方がいいよね。彼女が死んでしまうのは一番良くない。ぼちぼち動くか。うんじゃない、必然さ。全然減らない。うわぁ、これはきちい。さあこっちチームどうする。何もしてないよ今回。仕事しよう。いつでも行けます。私に任せてください。さあ参りましょう。さあどうするんだ。この子落とせるかな。落とせる。いや強い。レオニーワンチャン死んじゃうかも。最悪いいか。よくないんだけどね。まだ大丈夫、やれるさ。一回戻すか。大丈夫、赤色本当。ありがとうございます。ドロテアさん強えな。こっち来た、ナイス。これでマリアンヌさんも動けるというものよ。やばい。カスパル全然ダメだね。つえ。ドロテアさん。赤の方行ってる暇ある？行くけどさ。マリアンヌさんとりあえず回復を。
悪い悪い。さて、次に行くか。よし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 。どうしよう。とりあえず行けるとこまで。突っ込ませるか。で、今どういう状況？うわ、本体が来た。なんてことするのよ。大丈夫？終わった。引くわ。あなたたちなら勝てるはず。最後まで諦めないで。エデルガルドさん、それでいいの？表に出せるぞっていう。ちょっと待って、それ先生を回復して。助ける。で来てるからもう。そう、届かないのか。届かないのちょっとやだね。ダメでしょ。さすがに回復して、死なれたくないから。こっちは行くよ。あー、ごん、微妙。そっか、ヒルダちゃんも HP がやばいのか。フォローに回りたいけどな。どうしよう。一旦ヒルダちゃん下がるか。下がって回復して、おでおでじゃどうしようもない。ダメージとなかった。そんなもんだよね。頭使う。できます、できます。うわ、イグナツキを狙うとは性格が悪くてよ。一番か弱そうなイグナツキを狙うなんて。あ、リハルとかわいそう。え、これ赤全滅？あ、まだだ。あと一人ってこと？うわ、こっち来よった。やばいやばい。一人行動させてるからさ。うわ、大丈夫か？ちょっと待ってよ。とりあえず彼女で削れるとこまで削ろう。
安ですが。ルナーツ君もダメだよ。お前を相手にどれだけ戦えるか、力を試すいい機会だな。あまり油断していると俺が勝ちをさらってしまうぞ先生。よっせいよっか。いいね。これ以上は戦えないか。みんなすまない、あとは頼む。よし、まあ、回復できない。どうしようかな。で、向かわせないとやばいので、よし、問題ここだよね。どう行く、どう行くよ。フォロー行く、フォローに回ろうか。結構きつくないこれ。みんなが来るの待った方がいいんじゃない。あ、間違えた、あ、間違えた、回復したいの。もう2回使っちゃったよね。私ですか。もっと多分攻めた戦い方した方がいいよね。本当ね。ぼちぼち動くか。はい。無駄です。さすがペトラさん。俺はまだまだ強くなるぞ。ギルダちゃんが怖いので。こうかな。私一計案じます。うわ、イグナーツクを狙うなんて。あ、ペトラさん、ナイス。ペトラさん、あ、ペトラさん。ダメージ与えられないのが痛いよな、うん、さあ、どうするんだ。見切った。ごめんなさい、メルセデスさん。一丁上がりだ。ごめんなさい、悲しいけどこれ戦いなのよ。でも行けます。彼は武器がダメだよね、まずね。ちょっと待ってよ、彼のとこまでなら行けるでしょ、さすがに。さあ参りましょう。へい、助かります。焦らず戦おう。私に任せてください。私ですか。落とせるのかこれは。いける。甘い。うわ、当たんない。やっ、上強い。はい、お疲れさん。よかった。おーさん、いけますよ。うわ、デュデュ勝って。待って、魔法使いない。から攻めるのは得策じゃないかもね。鍛え方がちげえんだ。
て。こっちチームのみんなはさ、言うてよ、なんかそんな火だめが多くないから、さんこっちに。あ、そっち行くんだ。うわ、きついね、ルルーきついね。うわ、1も減らないの。絶句なんだけど1も減らないって。出てもな。で、ちょっと壁2人張ります。はい。ルル硬いよ。なんかすごいいい感じだったのに。なんてことなの。怒ったから。お、いける。避けて。あ、やった。火力の量が違いますから。即回復。はい、すみません。いい感じよ。で、ナイス。お、いいね。これ使えない。イエーイ。いいね。こいつな、お、結構削れるぞ。なんで終わらせたいわね。イグナツくんダメだね。まあまあまあ、レベル上がったんで。で、まあダメージはしょぼくてもね。イグナーツくん、なんかない？ 3、5、7。かわいい。キャーっていうのかわいくない。加減すべきだ。一歩前進かな。そこまで。グロンダーズ呪術戦、今年の勝者はヒルシュクラッセとする。誰も文句のつけようのない勝利だな。この結果なら商品も期待できそうだ。あ、本当よかった。
よかったよかった。やったね。10ターンもかかっちゃったけどね。いや、ちょっと青が強くて強くて。ちょっと焦ったよね。あら、ありがとう。いや、ドロテアさん強かったね。さすがはクロードね。あなたの策にはしてやられたわ。いや、エデルガルトさんは違うわよ。クロード以前の問題よ。ああ、まったくだ。相変わらずお前にはかなわないな。お褒めに預かり光栄の至りなんてな。ま、こっちには先生もいた。それにお前ら十分に厄介な相手だったよ。もう一度やったら結果は変わるさ。なあ先生、こいつらと戦ってみてあんたはどう思った？余裕だった。ま、そういうことにしとくか。その方が負けた側も悔しいだろうしな。ともかく俺はこの戦いの経験が生かされる日が来ないよう願うばかりだよ。まったくだ。お前たちと剣を交える未来は勘弁願いたいからな。私は構わないわ。いつでも受けて立つなんて冗談よ。さて、こうして三つどもえの戦いは同盟の勝利に終わったわけで、戦後の講和のお時間だ。勝者からの要求は一つ。俺の提案を聞いてくれ。ガルグマクに戻ったら学級の垣根を取っ払って盛大に宴を楽しまないか？素敵。あ、まあ食堂でだが。全面的に要求を受け入れよう。必要な物資と人員があれば言ってくれ。ええ、負けた以上飲むしかないわね。こちらも手配を。そりゃ宴じゃ飲むしかないよな。さすがは皇女様、うまいことをおっしゃる。そういうつもりで言ったのでは。あ、もう好きに笑いなさい。お言葉に甘えて。先生も随分と楽しそうに笑うじゃないか。そんな顔をされちゃ宴も張り切るしかないな。さあ帰ろう。よきよき。でもさっきのさ、剣を交えたくないなっていうなれフラグなんだろうなと思っちゃう。我らが酋長が食い倒れてるわ。ま、彼はほっといて。先生、お疲れ様。先生とクロード君がいれば昼シクラッセは無敵ですね。クロードはいてもいなくても勝てたろうが、先生なしで勝利するのは難しかったな。まあ今回ローレンツと戦ってないんだけどね。先生の学級でよかったです。私たちの良さを引き出してくれましたから。俺はまだ戦い足りねえ。先生と一緒にまた戦いて。いや、師匠仕込みの傭兵はさすがだったよ。私ももっと頑張らないとね。私もこのような体験ができて改めてお礼を申し上げますわ。先生、先生のおかげで私も足手まといにならずに済みました。ありがとうございます。レア様もセテス様も先生のことすっごく褒めてたみたいよ。みんな頑張ったからだ。またまたご謙遜を。いや、本当にさすがだよ先生は。敵に回したくないほどにね。あれ、クロード君復活したんだ。天才的な傭兵に加えて解放王の遺産まで使いこなす。いやいや、ご立派なもんだ。でかい器に小さいひびでも入ってるのか、たまに抜けてるところはあるが。クロード君、そういうこと言うとあなたの器が小さく見えるけど。そりゃ心外だな。俺の器の大きさときたら先生の上を行く。ちょっと残念なことに器の底が丸々抜けてるってだけでね。つまり抜けているのは先生でなくてクロードってことですね。確かに、自分で認めちゃいましたもんね。あら、よかった、マリアンヌさんが笑ってる。マリアンヌが笑うなんて珍しいね。あんた笑顔の方が可愛いよ。わかる。こうやってみんなで笑い合えるのは気分がいいね、本当に。見て見て、中庭で誰かが合いびきを。いや、いいクラス。さっきは言ったが、俺は正直先生の器を測りかねてる。敵には回ってほしくないってのは本音だ。できるなら
俺と共に戦ってほしい。その天帝の剣、俺が使えれば話は早いんだがな。もし俺が使えたら、あんたならポンと貸してくれただろ。その無欲さがあんたの魅力なのかもしれないな。いや、よきですね。呪術戦での八面六臂の活躍、見事というほかはありません。初めて聞いた、八面六臂って言葉。胎児の節での学級対抗戦と比較しても、生徒たちはよく成長している。これも君の指導の賜物だろう。あなたの健闘を祝し、また生徒たちの未来に期待して、これを授けます。今後も生徒たちをよく教導し、彼らの模範たる教師であってください。わしの力を使うておるのじゃ。この程度余裕で勝ってもらわねば困る。この祝福すべき瞬間にこのような課題を君に伝えるのは心憂いのだが。え、何？翌節君たちの学級には課題としてルミール村の異変の調査に向かってもらう。ルミール村、確かお主が父と共に何度も世話になっておった村じゃな。まだ詳細な状況は判明していないが、村人の様子がおかしいらしい。え、何？ゾンビとかそういうこと？情報の真偽を確認するため、すでに騎士団を派遣してある。間もなく戻る頃だろう。まずは彼らから話を聞いてみるといい。何かよからぬことの前触れでなければよいのですが。レア様、そういうのね、フラグっていうの。皆に主のご加護のあらんことを。お父さんって無事帰ってきてる？大丈夫？聖なる槍もらったんだ。槍使える子に渡そうかな。いや、いいですね。白雲の章、赤狼の説、炎と闇の春道。まあ、タイトルがちょっと不穏ね。生ける者が姿を隠し始め、フォドラに長い冬が訪れる。霧氷がじんわり降りていくように、ファーガスの北から寒さが覆ってゆく。山際に沈みゆく夕日が狼の生え変わった冬毛を赤く照らすと、それを見た狩人は言う。赤狼が出たと。なんか素敵なイラストだったね。いい、なんか、なんか平和な日々を過ごしたいよね。またあれかな、普通にまたいろいろ回る系だよね、多分。全部エクセレントの方がいいんだ、やっぱり。レオニーの良さ気になる。どうした？はあ、あ、先生も訓練？もう上がろうと思ってたけど、先生がやってくなら私ももう少し。長くなると思うが。いいんだ、私のことは気にしないで、好きなだけ訓練してよ。ほら、時間がもったいないだろ。さっさと始めなって。疲れた、やっと終わったか。私は先生が来る前から訓練してて、先生と一緒に訓練を終えた。つまり私の方が長く訓練したってことになるよな。うるさいな、私の勝手だろ。ところで先生、聞きたいことがあるんだけど。何でもどうぞ。先生ってさ、本当にジェラルド師匠の子供なの？それはね、私もその分かってないのよ。分かんない。自分のことなのに人事みたいだな。あんたは師匠をどう思ってるんだ？ちゃんと尊敬してるんだろうな。
師匠がどれだけ偉大な人か、あんたちゃんと分かってるのかよ。そういや、セイロス騎士団の元団長ってのもここに来るまで知らなかったんだろ。まったく、師匠がいなければ今のあんたは存在してないんだぞ。あんたは自分がどれだけ恵まれてたかなんて考えたこともないんだろうけど。ああ、なんか腹立ってきた。いいか、先生も生徒も関係ない。私あんたなんかに負けないから。先生はここに来るまでに傭兵としてそこそこ名を売ってきたようだけどさ、私はいつか必ずあんたを超える傭兵になってみせる。気合と根性でね。油断してたらすぐに追い抜いちゃうから覚悟しておいてよね。うん、最近私でもレオニーね、好きだったの。だったのっていうと過去形になっちゃうけど。といったところだな。え？本当に疫病の類ではないのか？ええ、医学に絶対はないけれど、可能性は限りなく低いんじゃないかしら。落ち着きなく動き回る、攻撃的になる、逆に寝込んでしまう、眠ったまま起きない。これだけちぐはぐな症状が見られるなら、考えられる原因は複数の毒物か窓、しかも闇の窓か呪術の類か、そのあたりじゃないかしらね。マヌエラ、ルミール村の件か。今の話本当だろうな。あら、ジェラルトさん、どこから聞いていたの？疫病の類ではないってところからだな。俺もこいつもルミール村の連中には世話になったことがある。あの村で何かが起こってるっつうなら、俺たちでどうにかしてやらねえとな。現地の状況を確認してきた。詳しい話は騎士の間で聞いてくれ。私はこれで。マヌエラ、協力感謝する。先生には助けられた恩もあるし、ルミール村に行くときには付き合ってあげるわ。え？なんだったら二人きりでも。い、い、の、よ。嬉しい。まあ、先生ったら。悪いが、村に行くときは俺も一緒だろう。さて、俺たちも行くぞ。ええ、またね、ジェラルトさん、先生。マヌエラさん。俺は一旦部屋に戻るが、お前はどうする？戦闘参加してくれるってことかな。楽しみ。時間があるなら先に騎士の前へ行って話を聞いておいてくれると助かるが。何？おい、どうした？え、何？大丈夫？変だと思ったら医務室に戻れ。お前は平気な顔で無理をするからな。分かったか？じゃあ今のめまいは、わしまで気持ち悪うなったわ。いや、初めてではない。わしもかつてこのような。大丈夫？なんだろうね。え、何今のめまいってね。グループ課題変えようかな。マリアーヌさん、チギル君がね、意外とねお得意みたいなのよね。草むしりは、草むしりしたい？ちょっと違うよね。魔術、魔術がでもあげたいしな、うん、質問があります。自分の意見を主張するの苦手で、協調性があっていい。そうだったんですね。よし、副官の人数が増えました。最上級職が解放されました。副官を設定できます。こうせたというと、副官誰にしましょう。先生、ドラゴンの世話をよくやらせたから乗りたいんだね。うん、いいよ。
待ってイベント多いのよね。どうしよう、やめるタイミングない。トマスさんはいないようだな。まあいいか。あれから英雄の遺産についていろいろ調べていてね、面白いことが分かったんだ。面白いこと？英雄の遺産と紋章の関係についてさ。英雄の遺産にはそれを正しく使える紋章が刻まれてる。紋章石の部分な。とすると紋章は英雄の遺産を安全に使うために必要な鍵みたいなもんなんだろ。じゃあ天帝の剣には紋章を示す紋章石がついてないのはなぜだ？昔はあった。そう、俺の予想ではそうなんだ。紋章石こそが人間離れした力の根源なんだって俺は考えてる。マイクランが黒き獣と化した時、奴を追っていった謎の代物は紋章石から現れた。そして紋章石は奴の代表に。そこで書庫にあったこの絵を見てくれ。こいつは女神に使わされセイロス教徒を救ったと言われる白き者らしい。額に描かれた模様、そしてうっすらと見える丸い境界線、これは紋章石じゃないか。つまり紋章石は本来白き者みたいな巨大な姿を取るための核のようなもので、英雄の遺産はその変身の力を武具としての力に転用したものってのが。君たちか、トマシを見かけなかったか？いえ、俺も会いたかったんですけど留守のようですよ。そうか。ん？その絵は書庫にあったんです。何かまずいことでも書かれてますかね？いや、だがそれはここの蔵書ではなく、トマシが私物を持ち込んだものだろう。他の書物と紛れては困る。一旦私が預かっておく。そして闇に葬る。何？え、なんか闇深いな。以前トマシさんが言ってたんですよ、修道院では都合の悪い記録は消されると。トマシが？何をバカなことを。私は忙しい、もう行くぞ。随分慌ただしい様子だったな。トマシさんに何か用でもあるのかね。さて、絵も取られちまったし今日はここまでにしとくか。先生、やっぱり教団は何かを隠してる。それも遺産や紋章に関わるバカでかい秘密は。その秘密は先生、あんたの正体に関わるんだぜ。え、どういうこと？クロード、どういうことなの？私にも分かるように。めっちゃ起きるイベント。イグナートの先になる。うん、もう行く行く。どうしたの？決まったぞ。ええ、次の絵の構図ですって。わあ、先生、いつから、いつからそこに。もしかして僕のこと見てたんですか？ああ、いえ、さっきのは違うんです。絵の構図っていうのはその前からここの風景は絵にしたいなって思ってまして。あそこの木、枝ぶりが勇壮ですし、円形の山際の美しい曲線と相まって。あ、もちろんやることやってからですよ。絵にかまけて他をおろそかにはしません。僕にとっては勉学と訓練が最優先です。それが士官学校の生徒の本分ですから。絵はなんというか僕の趣味みたいなもので。皆さん何かありますよね、趣味。先生だって何かあるでしょ。思いつかない。え、いや、先生はそうかもしれませんが、皆さんありますよ、趣味くらい。読書とか釣りとか昼寝とか。たまたま僕は絵を描くことで大事だと思うんですよね、趣味。気分転換になりますからね。先生も趣味を持った方がいいですよ。無心になれれば何だっていいんですから。ほら、気分転換をすると勉強や訓練もはかどりますからね。ダメですか？先生がダメとおっしゃるならもうやめます。もう描きません。え、描きな、絵は描きな。
どんどん書いたらいい。え、書いてもいいんですか？じゃあそのお言葉に甘えて。あ、でもあくまで趣味ですから、玉の息抜きなので。それでは僕寮に戻りますね。大丈夫かしら。なんか趣味のない女だと思われてる私、辛いわね。リンハルトの誕生日、お茶会開こう。どれがいいんだろう。呼んでもらえるのは嬉しいですけど、昼寝の時間が。ありがとうございます。この子も欲しいな、うちのクラスにね。温まりますね。かわいいもん。すごいな。よし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 。うん、違った。好きな人に求めるものダメだ。ごめんね。ああ、美味しかったです。のんびりする時間はいいですね。じゃ、僕は寝るんで。ごめんなさい。お花送った方がよかったわね、普通にね。よろしくお願いします。ああ、なんとかなるだろう。終わりました。よし、いいんじゃない。さらに理解を深められた気がします。こういうことでしたのね。よし、ということでですね、今回はこの辺で終わろうかなと思います。そうですね、次回は散策をして、その次は、まあ、多分出撃かな。2回出撃だよね多分ね。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。